あ、鮭、鮭サワラか。鮭いないですね。一匹おる。あ、本当だ、一匹だけおった。今年少ないですか。全然です。本当に鮭少ないですね。全然いないですか。俺今日酒網刺してきたんですよ。おらん。でも深いんでしょ。深い。でも今日浅いとこやってきました。おはようございます。さあ俺早いね、はい、今日はね酒網です。はい、酒狙っていくよ。はい、頑張ろう。こんにちは、マイロ船長です。トップページのおすすめから来た方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。たまにね、本当にオカマみたいなやつもいるんだって。オカマ来た。クッキングパパ、クッキングパパ酒。
ちゃぐちゃにして、うん、納豆かけておにぎりにしている夢、卵納豆おにぎりを一緒に握ってる夢見た松岡修造と、ま、松岡修造と卵でいくらなんかやあーそうなんかね、うん、卵つながり変な夢だったなねえ、本当に変な夢だった松岡修造ね会ってみたいね。ね、今松岡修造よりサケちゃんに会いたいわ。そうだよね、激アツじゃない松岡修造さんの夢を見たならば無理やからあるかやねえ楽しいな、酒飲みかかってくれば、うん、かかればいいね。めったにかかってこやっぱり少ない、不良だもんね。うん、不良だね。でもここだけじゃないじゃん、どこも不良でしょ。でも楽しいわ、酒飲み一番興奮する。面白いね、楽しいでしょ。こんだけ網広がってるけどさ、鮭の姿が見えないもんね。来ないかな。新月近いんだな、月がちっちゃいわねえ。三日月です。来たの、あ、来た来たけん、ダメだ、ペラペラになった。あ、本当だ、残念。え、ただ色悪い。そうな、ちっちゃいの。真水吸いまくってるんだよ。あ、そういうこと。ほら、超来たね。本当だ、エラ赤いもん、ほらエラ赤くね。あ、本当だ、なんでもないじゃん。なんでもないんだけん、これはちょっとね、なんかちょっとペランペランだね。価値がねえな、この色が。うん、汚い汚いって言われんねこれはちょっと売り物ならんと思う。生徒だね、すごい色してるわ。オスオスっぽいね。オスオス、アマゾン川、ね、アマゾン川だ、うん、焼いていこう。はい、年末に食う酒だ。メスちゃん来てくれよ、メスちゃん、ポコ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 、イクラを産むようだ。もう一匹でもいいから、欲を言いたいけど欲ボケ、欲ボケ、無欲だと来るんだ。そう、そうなんだよね。でもさ、欲の塊だからこの網今 50m ぐらいとか入ってる水深。うーん、まだいるけど、うん、深いとこにも、うん、もうだん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 丘攻めてきてる。本当そう思ったけど、今度は真ん中やった真ん中。おメスちゃん来いよ、うん、来てちょうだい、あと一匹でもいい。おった、これは綺麗。やったやった、やった、記録更新しましたよ、前の最長。メス3匹目来た来た来た、メス3匹目だよ。いるんだな、酒ねえ。俺の勘が当たってるね。えこの辺やな、編み方少ねえじゃん。あ、そうなんだ。もういないだろうと思って、無駄編み嫌だったさ。うん、よっしゃ、やりました、くれてるわ、おめでとうございます。よいしょ、こっちに行ったかも。逆だ逆だ逆だ、そう、どう。あ、いいですね。嬉しいです、沙織、よかったね。うん、おめでとうございます、やりました。海神様だわ、沙織。沙織のおかげでね、さっき来てる。もう5万円つだよ、5万円つ、5万円つ、前の先生やりましたね。諦めていけね、そうそう、続いて。あ、ほんとでも、ボコボコボコってこんもんな。そうなんだよね。昔はこれに、本当にもう外すの嫌だってほどかかったんだよ。面白かった、ボコ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 、さっきかかってた。もうないのかな。また変わればな、海の中。お願い、もう一匹来て。あれ、もう終わり。うわ、終わった、終わった、あ、終わった、あ、終わった。ぐちゃぐちゃで上がってきた。終わりだったんだね、最後端っこが。鮭6本です。うん、一応、記録は更新しました。6本かかったけんさ、これ網やるの大変だぜ。そうだね、今日ちょっと大変だね。そう、端っこのとこ。よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。コータに買ってもらおう。はい、やったね。ではでは、お疲れ様です。はい、マイロ船長、はい、今日は6匹。じゃーん、6匹。メス、ほら、これケージみたい、ほら。ねえ、これはすごい、すごいよ、綺麗じゃない。これ綺麗、めっちゃ綺麗じゃん。ピカピカしてるしさ、ぷっくりしてるし、美人さん。ねえ、じゃあこいつだな。ね、素敵な妊婦さんよ頭逆かもしれないっすまだやっちゃおうとするこうです。はい、いいですね。すっごい可愛い、うん、美人。やだ、焼き餅焼くかよこれ酒界の加納姉妹だわ加納栄子。ぷくぷく
なんで狩野英孝なの？狩野美香さんだな。そう、ありがとうございます。いい顔。ほらほら、これ、いいね、いいね。ぽよぽよ、みんな鮭入ってる。鮭いくらでしょ。母ちゃんやるときやるよ。鮭は外したけど6匹しかいなかったけど、ムツはいっぱいおる。見てしたでっか。ちょっと私痛い。ゼロにしてる。これも持ちたいとか言って。いや、こっちか。どうだ。うわ、それもでっかい。俺が取ったんだよ。もっと取る。見て見て、お前もう一つ持ちる。来い来い。あ、これもすごいわ。どれ？これもでっかい。でかい。でかいだろう。今日すごいわ。見て。一匹で出せるんじゃない？すごいでしょ。うん、すごいよ。ねえ、来い来い。見て見て。見て見て。普通に来いみたいだ。自分の方になるわけじゃないで。ねえ。来いみたいよ、来い。こんなんおるね。ねえ。固まってかかってきたんこれ。固まって。久しぶりだわ、こんな。ねさちさん、どっちがオスかメスかわかる？下がメス。下がこっちメス？うん、こっちの方が膨らんでる気がする。こう？上が？オス？違うんですよ。ちゃんとね、男の子の顔と女の子の顔あるんですよ。オスはね、ちょっとこう鼻が曲がってんの。メスは顔がまん丸なの。で、あとここの、こう。ここが大きいのが、このヒレが大きいのがオス。このヒレがちっちゃいのかメス。ちっちゃいでしょ。本当だ。そう、こっちが女の子、こっちが男の子。へえ。違う。お腹開けてみる。こっちは出たぶん白子が出てくる。そう、サケから白子出てくるの？サケオスだもん、白子出てくる。白子ってサケはね入ってるの？白子入ってるよ。魚なんか男の子はみんな白子だよ。鬼だって白子ある。そうなの？そうだよ。へえ。さっきの白子も食べれるの？さっきの白子食べれるよ。よく白子のポン酢あえとかであれはタラ、うん、そうそう、あれはそうだね。クモコって言ってね、タラだね。うん、白子。ほら、今日白子です。ほんとだ。どうやって食べるの？これ、まあ湯引きして、なんだろうな、そのままポン酢で食べたり。聞いたことない。焼いてもいいし、焼いてもいいし。さっきの白子の聞いたことないよ。海からさ、川に上がってくるわけじゃない。うん、川の真水を吸うと、この鮭どんどん真っ赤になってくる。紅葉してくるっていうね。これも川に上がる前の鮭が。そう、これ海で獲れた鮭だから。で、海で獲れた鮭の方がイクラが柔らかいのよ。だから海で獲れた鮭のイクラの方が高いんです。これもじゃあイクラが入ってる。これイクラ入ってる。今年はね、鮭が不良で高いんですよ。うわっ。うわっ、私にもかかった。いや、すいません。おぉ、ほら、女の子。わ、すごい。うわー、いっぱい入ってた。当たりだね。いや、まあ女の子だと思って買ってますから。そうそうそう。たまにね、本当にオカマみたいなやつもいるんだって。オカマみたいな、いや顔が女の子みたいな顔してるんだけど、白子入ってて、あ、これあれだわ、春の愛だわつって。アフリカや春の愛だと。そうね。はい、最後の一滴イクラの醤油漬けです。絶賛販売中。鮭の魚醤を使った醤油漬けでございます。興味がある方はぜひ概要欄の方からメールよろしくお願いします。プチプチでとっても美味しいです。なんでお役漬けなの？あの、鮭の魚醤を使ってるから。鮭の身で作った醤油で漬けてるから。あ、そういうことか。そう、農水省というのね。親の魚醤とイクラの親子漬けっていうのね。